6月9日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。僕は占い師ではないので、占い師さんが出した結果を読み上げさせてもらいますね。6月9日生まれの方は、あまり心の中の声は表に出さないタイプの方ですが、何かネガティブな感情を抱いた時に、これを発散できないといつか感情的に爆発してしまうこともあります。一見他人からは自信があるように見られますが、実はそれほど自信はありません。そのため目標を低く設定してしまう癖もありますので、克服すべき課題の一つです。責任感の強いまっすぐな性格の持ち主で、何事にも真剣に取り組む真面目さが多くの人から支持されています。自分が決めたことを最後まで貫ける責任感の強さは素敵な魅力の一つです。中途半端に物事を投げ出さない真面目さを尊敬している人も多いようです。その一方で、周囲が予想もしなかったような大胆な行動をすることがあります。普段の真面目な行動とは全く真逆の破天荒すぎる一面に驚かれることも多いのですが、そんなギャップが魅力でもあります。いつでもニコニコとしており、どんな人に対しても平等に友好的な態度で接します。誰からも愛されるチャーミングさがありながら、礼儀正しさも兼ね備えています。コミュニケーション能力が非常に高い方ですので、年齢や地位に関係なく様々な人と仲良くなれます。また理想を追い求めすぎてしまう一面があります。周囲にも自分の理想を押し付け、態度が大きくなってしまうこともあります。頑固で意地っ張りな部分もあります。ただし弱音を吐きたくないというプライドも持ち合わせていますので、辛くても一人で抱え込んでしまいがちです。ついつい傲慢な態度になってしまうのは、こうした誰にも弱いと思われたくないという心理の表れでもあります。気がつけば自分の心の限界を超えており、疲れ果ててやる気を喪失してしまうことがあります。どんなに無理をしていても、自分の体に鞭を打って頑張りすぎてしまいますので、クタクタになるまで心の SOS に気づけません。人に弱さを見せることを恐れず、もっと自分の心を打ち明けて肩の力を緩めると、毎日を安定して過ごせるようになります。そして子供のような好奇心を持っていますので、いつでも明るく元気に振る舞えるエネルギッシュな一面を持っています。しかし未体験のことに関しては少し恐怖を感じてしまい、興味を持って近づいても結局は怖くなって逃げてしまう場合が多いようです。そのため一歩を踏み出す勇気を身につけると、大きく成長していけます。時に大胆な行動ができるアクティブさを持っている方ですので、自分を信じて行動してみてください。年を重ねるにつれて、理想よりも現実に目を向けるようになっていきます。この時行動するのをやめず、いつまでもチャレンジ精神を忘れないことが大切です。自分を信じ、誰かに頼ることの大切さを手に入れることで、晩年もエネルギッシュに過ごしていくことができるはずです。恋愛運、
普段は社交的な面もあるのですが、好きな人の前だと照れてしまい、うまく話せないタイプの方です。心の中では周囲から愛され、注目されることを望んでいますので、独占欲が強く出てしまう傾向があります。恋愛でも純粋で素直な方なのですが、少々不器用な面も出てしまいます。人に好かれるためのテクニックを使ったり、恋の駆け引きをしたりするのが苦手なタイプの方で、恋に対しても真面目な性格が現れます。そのため、いきなり告白してしまい、相手に驚かれることもありそうです。しかし、飾らない性格の方ですので、多くの人にとって魅力的な人物です。その部分を大事にしていくことで、恋愛はもちろん、あらゆる面でポジティブな出来事を引き寄せることができるようになります。理想の恋愛像や好奇心はあるものの、実際は消極的になりがちです。素直に相手との時間を楽しめるようになると、本来の自分を表現していくことができます。結婚後は、良き妻、良き夫であろうと努め、子供が誕生してからは、教育熱心な良き親を目指そうとします。とても穏やかな家庭を築いていきますが、時が経つにつれてパートナーを異性として見ることができなくなることがありそうです。仕事運、分析力と想像力を兼ね備えており、言語力と直感力も優れていますので、物書きの仕事で成功する可能性が高いです。独特な才能はすぐには評価されませんが、いつかその素晴らしさを気づく人が現れます。また、責任感の強さがありますので、組織の中で働く場合には、その計画性を評価され、重要なポジションを任されることもあります。義理と人情に厚く、仲間を大切にする方ですので、周囲から尊敬されることも多くなります。ただし、短気になったり、すぐにやる気をなくしてしまったりする短所の部分が露呈すると、周囲を落胆させることになりますので、注意してください。これらの部分を変えていくことで、長所をさらに伸ばし、確固たる成功を収めることができるようになります。仕事を選ぶときには、自分が興味を持っているものや好きなものに関わる仕事を選択するようにしてください。飽きっぽい性格でもありますので、すぐに放り出してしまうことを事前に防ぐこともできます。人と関わる仕事を選ぶことで、その進化を発揮することができます。金運、計画する能力と同様に、お金を管理する能力もありますので、貯金や家計のやりくりがとてもうまく得意としています。金運も安定していますので、人生の中でそれほど困ることはありません。お金に対しても現実的な見方ができますので、金銭感覚が堅実で、多額の借金をするような大きな失敗はなさそうです。ただし、ストレスを感じ、その発散のためにお金を使うようになると、あっという間に散財してしまいますので、注意してください。何か趣味を持ったり、スポーツを始めたり、健全なストレス発散方法をいくつか身につけるようにしておいてください。また、お金を大切にする気持ちが金運アップにつながりますので、お札をきれいにしまったり、使うときは丁寧に扱うようにしてください。以上、6月9日生まれの方の占いでした。何かの参考にしてくださいね。